つまりこの俺に料理の何たるかを教えたいと。そんなご大層なことなんぞ言いたかないよ。そこまで言うプライドってやつを見せてもらいたいだけさ。あんたたちが誰だろうが、そんなことはここでは一切関係ない。だけどね、信頼できる腕前がなかったら他の連中に迷惑がかかるんだよ。はっきり言っておく、私を納得させない限りこのナバロンでコックの名は語らせやしない。なるほど、面白そうだマドマゼル。なんだなんだ、何の騒ぎだ。コックたちが料理で戦争を始めるらしい。俺にも見せろよ。あいつが本部から来たコックか。好きな食材使ってくれて構わないよ。ルールは簡単、それぞれが100人分の料理を作りな。結果は食べた兵士たちに決めてもらう。なんだかよくわかんねえけどワクワクしてきたな。いつでも始めてくれ。この戦い死んでも負けられねえ。旨味の乗った部分だけをたっぷりと。作りもせずに負けを認める機会。完成。100人前。どうに。すっげーな、もうできたのか。うまそう。やめんか。またぼうよ、俺たちは毎食1000人分作ってるんだ。早きこと海をかけるサメのごとく。これぞナバロンの神髄だ。ん、もったいねえことしやがる。何をするつもりだ。あいつまさか俺たちが使わなかった部分を。マグロの骨と頭は叩き潰し、綿はスリック砕く。野菜くずとともに練り上げて油で揚げ、肉の脂身はとろーり溶けるまで煮込み、貝殻でたっぷり出汁を取った特製ソースと絡める。綿の苦みが食欲をそそり、濃厚な味が疲れた体に精気を吹き込む。となればさっぱりとした和え物も必要だ。ごぼうの皮、じゃがいもの皮には中身以上の栄養素が詰まっている。兵士には理想的な栄養源だ。ブロッコリーの芯は柔らかく香りのいいドレッシングに。